山卯は、山に住む妖怪である山卯を素材にした脳の作品。五番目もの、騎乗物に分類される。林に太鼓が入る、太鼓物である。脳のあらすじは次の通りである。とで、山卯の山巡りを題材にしたくせまいを待って、名声を得た、百、前山卯という名の遊女が、善光寺に詣えようと考え、従者らと共に、北陸道を進み、 上え事故死という険しい道を越えることとなる。すると、被害うに早く暮れかけ、一行が途方に暮れたところに、女が現れ、人世の宿を申し出る。女は、百、真山卯に、山卯のくせまいを歌ってほしいと所望し、自分が真の山卯であることを暗示して、姿を消す。百、真山卯が待っていると、山卯が現れ、山卯の境外を語るくせまいに合わせて舞う。 猛襲を逃れられない、苦しさを訴える一方で、善悪富士、邪性一女、煩悩遅菩提といった善の思想を説く。そして、山巡りの様子を待って見せてから、姿を消す。猿楽談義の記述や、習字、引用の特徴などから、ゼアミの策と考えられる。特に転居はなく、ゼアミの言う、作りのうと思われる。山唄の癖舞を待って、評判を取った百。 ま、山ママバの前に、本物の山バが現れるという、凝った構成となっている。また、山バが、煩悩即、菩提という全思想を解きながら、しかも最後まで妄執にとらわれ続けるという逆説が、そのまま、煩悩即、菩提という主題を体現している。晩年の世阿弥が、前の思想に親しんでいたことを示す作品である。100 マヤマウバとその従者の登場とで、ヤマウバの山巡りを題材にしたくせまいを待って、名声を得た、百、マヤマウバという名の遊女が、信濃国の善光寺に詣出ようと、とを出発する。従者らが、その友をしている。一行は、滋賀の裏から北陸道を進み、荒地山、あたけ、隣山を経て、越中国、越後国の国境にある境川にたどり着く。道尋ね獣者は、 道を尋ねようと言って、在所の者を呼び出す。在所の者は、上地越しという道が、如来のお通りになった道であり、本堂であるが、乗り物で通ることはできないと説明する。従者は、百、真山馬にそのことを報告する。すると、百、真山馬は、乗り物を降りて、上地越を越えることを決意する。宿を進める、女能面、深い東京国立博物館像。 中年女性の面である。従者は、ところの者に道案内を頼み、一同は三同を進むが、やがて日が異様に早く暮れかけることに気づき、途方に暮れる。そこに、女が現れ、一世の宿を申し出る。女は、百、まあ、山卜の一行と察しており、山卜の癖舞を歌ってほしいと称謀する。そして、山に住む女を山卜というのなら、私こそ、 山卯ではないかと言い、私の身を弔ってほしいと、くせまいを所望する理由を述べる。女は、深いの面、かつらをつけ、小族は向こうから降り、扇を持った、里女へ出立ちである。姿を消す女百、前山卯が、くせまいを歌おうとすると、女は、月夜の中歌ってくだされば、真の姿を表しますと言って、姿を消した。ところのものが出て、 日が暮れたかと思うとすぐ夜が明ける山の不思議を述べ、従者に山卯のことを語って聞かせる。ところの者の語りは山卯には貴女ならぬ貴度がなるものだというような陳説を述べては従者に否定されるという滑稽味のあるものである。町歌い100、ま山卯は女の出現を待つ。山卯の登場の面、山卯東京国立博物館像。そこに、 山卯が現れる。山卯は、前世の悪号により木となった者は、自らの死,死を鞭打ち、前世の善行により、天神となった者は、自らの死,死に参下するという説話を引くが、いや善悪不士と、善的な思想を説く。山卯は、山卯の面、山卯かつらをつけ、小族は向こうから降り、反節、扇の木女出で立ちである。かせえをついている。 山卯の姿の描写百前山卯と山卯との掛け合いの中で、山卯の姿が、髪は乱れて、白髪で、眼光鋭く、顔は種の鬼瓦のように醜いと描写される。山卯は、自らも伊勢物語で女を一口に食った鬼になぞらえ、同じように物語されるのではないかと恥じる。癖舞の歌い出し百前山卯が、よし足引きの山卯が、山巡りするぞく という、歌い出しから始まる癖舞を歌い始める。山卯の癖舞山卯の境外を語る癖舞に、合わせて山卯が舞う。山卯が住む人気のない山や谷の情景から始まり、山や谷を仏教における菩提や主上に例える。また、山卯が、こりや旗織りの女を手助けすることを語る。そして、ただ打ち捨てよ何事もと猛襲を捨て去ることを解きつつも、 猛襲から逃れられない我が身を、よし足引きの山坊が、山巡りする俗くしき。と、再び歌うところで、クセマいが終わる。山坊の立ち働き山坊は、枷杖えを持って、山巡りの様子を見せる。終局山坊は、春は咲く花、秋はさやけきつき影、冬はさえいく、しぐれの雪と雪月間に寄せて、山巡りの様子を待ってみせ、消えうせる。 ゼアミの芸団をまとめた、聖師六十以後猿楽団儀には、山坊、百万、これらは皆名誉の癖毎度もなり、サネモリ、山坊もそばへ行きたるところあり、東午前に手せられしなりとあり、ゼアミ自身が上演したことがわかる。その他、習字や引用の特徴などから、ゼアミの作とする見解が一般的である。特に転居はなく、ゼアミの言う、作りのうと思われる。 本作品が山卯についての文献上の初見である。世阿弥による、そばへ行きたるところありという評価は、思考に凝っているということと思われる。すなわち、構成面においては、山卯の癖いを待って、評判を取った百、真山卯の前に、本物の山卯が現れるという入れ子構造が、取られている。また、盲衆のゴンゲである山卯が、煩悩即、菩提という前思想を解きながら、 しかも最後まで盲襲にとらわれ続けるという逆説的な物語となっており、そのこと自体が煩悩即母大という取材を体現している。晩年のゼアミが禅の思想に親しんでいたことを示している。本作品に現れる山坊は人を食う恐ろしい貴女ではなく、むしろ仙女のような存在であり、自然そのものの象徴、あるいは人間の象徴とも考えられる。一曲を通じて、 優美な感じも、ある一方で危機がみなぎっており、力と速度の脳と言われる通り、ダイナミックで迫力に満ちた作品である。ありがとうございます。